て。ありがとうございました。まだやな。あれは大島君と思う。あれ大島。あれ大島。これ何年か住んでるもんね。あ、そう、船が船で渡らないな。船で渡らないな。船で渡らないな。足がないわ。大島。鍵吉から船乗るのないやり。あ、そうです。チャーターしない。チャーターで。船がありませんね。ありがとうございました。ちょっと日本歩け。はい。どこで降りるんだ、あんたで一体。また今度松浦まで。マヨネーズ来たよ。ここはあれですよね。九州で一番東ですよね。そうそう、最東端。そうですよね。ええ、あんた、どっから来たん？千葉県から。千葉県？友達もおるんで、千葉県の習志野に。あ、習志野、うん、うち、市川です。市川乗る。今もう何十年も島に戻らんけんだな。婿さんが大阪の人でから、大阪の婿さんが千葉のあっけ住み着いてな、うん、千葉行ったらこの前からね、なんか大雨降ったんじゃないか。遠い大雨からなんか案外あのいろいろなるところや。まあそう、まあしょ梅雨時だったらしょっちゅう。あろう、割としょっちゅう降ってますけど、ね、梅雨時だったらそういうことがある、うん、もう今あれは日本のある気候は違うけな。そうそう、変わったじゃん。いや、昨日福岡から来て電車で来たんですけど、昨日の福岡の方がひどかったです電車止まっちゃいました。もうあのもうよい
宿取っちょらんけど、モーテルに泊まったんや。で、4000円じゃった、あの通り。それじゃあ、お連れさんはって言うけな、おらんって言って。また泊まったら気になったら、ああ、いいですよって。あの当時4000円じゃったんで。今も1万円でも取ろうな。撮りました。ありがとうございます。一回降りて、撮ってきよう、降りて。あ、そこの展望台行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、でもいいよ。はい。ありがとうございます。本当だ。ありがとうございます。ありがとうございました。乗らんちゅうたじゃん。
何事に入るような
れって言ったんあれさ、わら怖いわ怖い何が違うわ、あれさ、わら怖い、うちの怖さってあの女子の怖さ、
太郎キラ君、ジュースからパンから弁当から飲まんのじゃ。